今日はですね、これからパセオとエアー G の特別番組、エアー G パセオファイナルウォーカーという公開生放送、パーソナリティのお仕事をしに行くところです。もう緊張でお家の中では、あ、こっちか、あ、こっち、いや本当にもう緊張しすぎて、今日はちょっと朝から一無二があったんですけど、もう眠れませんでした。だから夜中3時から起きて、今は4時半ですね、夕方のという時間になっております。おはようございます。あ、こんにちは、こんにちは、あ、よろしくお願いいたします。お願いします。おはようございます、よろしくお願いします。会議も始まりましたからね、ぜひお立ち寄りください。さあ、ここ場所は今年の9月30日で営業終了、9月30日で営業終了、32年の歴史に幕を閉じます。ボディームーブ、どう、緊張で吐きそうですいやでも本当にパセオさんのフィナーレに携われることは、なんだろう、本当に感動です。少し寂しさももちろんありますけれども、だから何でしょう、始まりの出発点でもここはあるので、モデルとしてのだから、ちゃんとその気持ちを還元できるように一生懸命頑張りますね。いや本番は本当にあわあわしそうだな、噛みそう。本当に緊張してます。あの先日 HTV 一森でまりもちゃんがデビューしたと思うんですけど、もうそれぐらい久しぶりに私もドキドキしてます。
下1階セルミネス広場からこの後6時半まで公開生放送でお送りします。もう皆さん本当お集まりいただきありがとうございます。ちょっと緊張しちゃって、緊張しちゃった。ここパセオは今年の9月30日で営業終了、32年の歴史に幕を閉じます。今目の前にですね、パセオの歴代のポスターが数々ありますよね。フィナーレまでの3ヶ月間、私たちパセオファイナルローカルの3人のパーソナリティがパセオのフィナーレを盛り上げていきます。パーソナリティは週替わりで登場します。私ルナとテレビ東京のアナウンサーとして務めた後、現在は3児の母として、札幌で子育て中の今野あさみさん、そしてアイドルグループジュースジュースを今年5月に卒業した稲葉真中さんの3人です。私は、エアージーの番組を担当するのが初めてなので、簡単に自己紹介させていただきます。年齢は24歳、タレントとモデルをしています。出身は東京なんですけれども、もう人生の半分以上を北海道で過ごしていますので、どさること言っても過言ではありません。そして HTV 一森という朝の番組で金曜日と土曜日のお天気を担当させていただいています。もう緊張しているんですけれども、今日はよろしくお願いいたします。さあ、そんな私がいる場所パセオなんですけれども、実は思い出が強い場所なんです。というのも、私のモデルとしてのファッション誌のデビューはここパセオテルミヌス広場なんです。当時高校2年生で16歳だったんですけれども、もう不安しかなくて、今みたいにもう不安いっぱいだったんですけれども、本番ではもうステージとお客さんとの距離感が近くてですね、一人一人の顔をこうやって見た時に本当楽しそうな表情をされていて、まあ、モデルのお仕事って大変だけど慣れてよかったなとやりがいを感じられました。さあ、おかげで華々しいファッションショーデビューを飾らせていただいて、本当モデルとしての洗礼を受けた場所なんですけれども、それから8年経った今、こうしてですね、皆さんの前で一人ラジオデビューをさせていただき、しかもパセオのフィナーレに携わることができて本当に感激しております。今度はラジオの洗礼を受けるかもしれません。ただ皆さんの温かい耳で聞いてくださると嬉しいです。でも今もう今後ワクワクでしかありませんですし、今もとても楽しいです。ぜひ皆さん一緒にパセオを盛り上げていきましょう。どうぞよろしくお願いいたします。それではこの後6時半までどうぞお付き合いください。感じられる場所なんですけれども、先日お散歩に行った際にも、私もなんですけど、くんちゃんもまるでおじいちゃんかのような佇まいで風を感じていたんですよね。で、なんだかその姿を見て、でも人ち高校生の時に初めてこちらのお店でいただいたんですけれども、スンドゥブを、その時が人生初のスンドゥブだったんですよ。ありがとうございます。札幌駅直結パセオセンター地下1階テルミヌス広場から公開生放送でお送りしてきました。エアージーパセオファイナルウォーカーズ、今日から9月30日まで毎週金曜日のこの時間、3人のパーソナリティが週替わりでパセオのフィナーレを盛り上げていきます。初回は私ルナがお送りしました。いかがだったでしょうか。ちょっとね、緊張してしまってカミカミだったんですけれども、申し訳ございません。でもとっても楽しかったです。今月7月のパーソナリティは、来週8日が今野あさみさん、その後15日は再び私ルナ、22日が稲葉真中さん、29日は私ルナが担当します。ぜひパセオセンター地下1階のテルミヌス広場にも遊びに来てください。ということで、本当に緊張してたんですけれども、30分間あっという間でした。テルミヌス広場、座る場所はないんですけれども、今たくさんの方が立って聞いてくださっているんですよね。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。今日はぐっすり寝れそうです。ありがとうございました。またね、次回ありますので、その際もパセオに立ち寄った際にテルミヌス広場に遊びに来ていただけるととっても嬉しいです。ではまた来週も聞いてください。パセオファイナルウォーカーズ。
ょっと緊張しますね。いや今日は本当にありがとうございました。ラジオ一人デビューが初めてで、なんならラジオ自体も今日で3回目なんですよ。本当にドキドキだったんです。だけど皆さん、マスクしていてもなんかね、その優しい瞳で分かります。なんかやっぱり最後までちょっとドキドキは取れなかったんですけど、でもなんだか温かい瞳で見てくださったので頑張ることができました。本当に今日はありがとうございます。皆さんもぜひおすすめの場所だったりとか、あと話戻りますけど散歩道とかぜひメールで送ってくださると嬉しいです。私も皆さんとぜひ関わっていきたいので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。でコロナが最近あったけど解禁したじゃないですか、外出したりとかそういう行動の制限がね、行動の制限が解除されたと思うんですけれども、なんかその際に本当皆さんにまたこうやって改めて関わることができてすっごく嬉しかったです。ということでこれを見てくださった